ちはヒョウモンガメのね、アキちゃんとケンちゃん。この子アキちゃんね、はい、ちょっとガラス反射で見づらいからガラスと、あのね、ケンちゃんとアキちゃんの好別が分かってきました。飼育して1ヶ月ちょっと、いろんなご飯あげるんだけど、一番食いつきがいいのがチンゲンツァイ。なんかいろんな野菜とかで、この乾燥したリクガミフードはあんまり食いつきよくないね。で一番食うのはこの小松菜さん。でちょっと俺が来るとまだね、ほらこうやって怖がっちゃうね。これあのワイルド個体で取ってきたやつらしくて、なんだろう、そんなに人に慣れてない、でもこれめっちゃ可愛いでしょ。ほら、うわ、ちょっとごめんね、あきちゃん、けんちゃん、まだ怖がってるな。お、けんちゃんが、けんちゃん、けんちゃん、ご飯食べて、けんちゃん、お、食べてる食べてる、下手だね食べ方が。けんちゃん、あきちゃんも今むしゃむしゃ食べてて、おお、けんちゃん慣れてきたね、かわいいでしょ。一応 iPhone で撮影してるので、ちょっと画質がどうかなと思うんですけど、けんちゃん食べてるね。あきちゃんはビビりだから、これちょっと俺が触ったらすぐね隠れちゃう。で俺が離れるとご飯食べ始めるっていうね、そんな感じです。けんちゃんが、あら、あきちゃん、あきちゃんも緊張しいだからね、あらすごいでしょ、ヒョウモンガメです。ほら、お腹空いてたね、喉渇いてたね。すごい水分補給になるんですよね、この野菜そのものが。もう喉渇いてたかな。で部屋の温度は30度にしてます。この子たちは今30度で管理。ほらすごい食うでしょ、お腹空いてたね、あきちゃん爆食い。食べてる、ケンちゃんも食べてるね、向こうで。アキちゃんということで、これはあくまで私の家で飼育しているヒョウモンガメに関してなんですけど、一番バクつくのはなんとチンゲンツァイでした、白菜とかキャベツも食うけど、なんか白菜がね食いつきが弱いかな、なんかいやいや食うみたいな、でもチンゲンツァイはこうやってね、おいしいおいしいって食うのよね。チンゲンツァイ最強かもしれない。あとこう葉っぱがあったら、ああいう茎の方は嫌がるかな、このやっぱ柔らかい方を好んで食べますね。硬いのは甘くはない、残してやるみたいな、こういうちょっと芯の部分はあんま好きじゃない、このグリーンの柔らかい部分が一番好きかな。お、でも今日は爆食してるね、白い部分も。食いっぷりがいいな、あきちゃん舌が綺麗だよね、なんかピンクでベロが、亀のベロってね。
でケンちゃんも爆食してるね。まだまだ食べる？お、ハエが飛んだ。さっきちょっとね、うんこ臭かったんでね、これお風呂入れてあげました。結構うんこしてね、あの腹腔の部分、腹の部分にうんこがこびりついてることが多くて、まあまあの割合でうんこ臭いんで、まめにお風呂入れてあげています。お風呂入れたらね、あの全然臭くない。人間もそうでしょ、風呂入らなかったらやっぱりあのうんこが腹についてたら臭いからね、お風呂入れてあげたら全然臭くないんで、まあ結構まめにメンテナンスしてあげないとあれかな。